ビール、ビエンヌ、ビュ標準ドイツ語、ビール、フランス語、ビエンネは、スイス、ベルン州の都市。この都市は、言語の境界線に位置し、2カ国語が、公用語である。ドイツ語の地名ビールと、フランス語の地名ビエンヌの両方が表記される。2005年1月1日より、公式名は、ビール、ビエンネとなった。ジュラ山脈の最初の山並みの裾に位置し、 この地域で唯一実際にジュラ山脈とのつながりを守っている。市の北東岸はビール湖で湖の東端を近隣の都市にイダウと分け合っている。ヌーシャテル、ゾロトゥルン、ベルンはビールから電車、自動車でも30分以内の距離にある。市の原型はケルト人がこの地方に住み着いた時からたどられる。当時定住地の名はベレヌスと呼ばれていた。 次にやってきたのは古代ローマ人であった。町となったのは11世紀で、1275年には特権を授けられた。ビール、ビエンヌは数百年間バーゼル司教の管轄権にあるままだった。1279年、ビールはベルンと同盟を結び、1352年にはそれが高級的となった。ビール、 ビエンヌ住民とバーゼルの改革的な主教との間には幾度もの対立が起こった。1798年、ビール、ビエンヌはフランス軍に征服された。ナポレオン・ボナパルトが退位すると町は1815年にベルン州の一部となった。ビールはかつてジュラ州が創設された時州都となるよう依頼されたが、ベルン州に残った。 およそ60%がドイツ語を話し、およそ40%がフランス語を話す。市は公式に2カ国語を公用語としている。近年、市は懸命にもその言語上の利点と経済的な有益性を利用し、スイスのコミュニケーションの都市となり、市周辺にコールセンターを開設するなど雇用を拡大している。加えて、市とその周辺ではできた製品を 世界中へ常に輸出している伝統産業が確立されている。ビール・ビエンヌの中心には1451年完成のゴシック様式協会がある。視聴者は1534年に完成したサッカークラブ FC ・ビール・ビエンヌの本拠地である。2017年からは WTA ツアー大会レディースオープンビール・ビエンヌが開催されている。 市とその近郊自治体は精密機械、超古型電子部品、高く専門化した製品の着想と生産を、機械類と器具、製品に適応させたものを世界中に輸出している。スイス製時計は非常によく知られており、市や近辺にある時計ブランドは評判が高い。ありがとうございます。